あかん、緊張する。今日初めてのバイト面接やけどうまくいくやろか。す、すいません。いらっしゃいませ。あの、今日面接しに来たものなんですけど。ああ、でしたら奥の事務室の方へ行ってください。店長が面接します。ありがとうございます。失礼します。君が心臓ん。あ、はい。じゃあそこ座ってください。 まず聞きたいんだけど、君30分遅刻してるけど、何かトラブルでもあったのトイレこもってました。トイレに ?30 分もいえ、1時間半。1>, 1時間半 !1 時間前に駅前には着いてたんですけど、そこからずっとトイレにこもってました。何普段からお腹弱いの ?1 日1ロです。1>, 1日1ロ1日1回はトイレにこもります。一度こもると1時間は出てきません。うち飲食だけど大丈夫知ってると思うけど募集してるのはキッチンだから、そんな頻繁にお手洗いとか行けないと思うけど、やる気だけはあります。やる気だけって。大丈夫かどうか聞いたんだけどな。じゃあまず履歴書を見せてもらえるかな。あ、はい。 内容以前に誤字だと字がすごいなすいません。僕普段キーボードしか打たないもので、パソコン得意なのあ、はい。パソコンは得意です。逆にパソコンしかできないです。わざわざ言わない方がいいことつけ出すね。今時、直筆じゃなくてもスマホやパソコンの時代になってきてるんで、字の綺麗さとかあんまり関係ないし、感じもしらなくても予測変換で勝手に出てくるんで。ま、まあそうだね。いやでも、歴書は基本手書きが主流なんだから、書き方とか調べなかったの君、クーラーも多いよ。調べるどうやってパソコン得意ならパソコン使えよ。そもそも飲食のバイトに劇力の書き方って関係あります ?5 字だと字が関係あります そんなんで僕のこと測れないですよね。やばいなぁ。モンスター来たぞ。もう履歴書はいいや。一応モンスター君の人柄知りたいからさ、長所と短所を一つずつ教えてくれるかな。長所はやる気です。やる気だけはあります。ま、まあ、何事にもやる気は大切だよね。短所は感触持ちです。最悪や。長所は激薄やのに短所重た自分切れると泣きながら激しく犠牲を上げます。赤ちゃんの感触、物にも当たります。感情をコントロールできないタイプ。でもやる気だけはあります。そんな癖さ、きいからすごい感情論でぶち当たってくる。 うーんと、それじゃあ、シ事トにはどれぐらい入れるのかな休人には週3から大丈夫って書いてありましたよね。いや、まあ、それはそうなんだけど、こっちとしては土日祝日にも入ってほしいし、最低でも週4か5ぐらいは入ってほしいなって思ってるんだけど。え、嫌です。週3から大丈夫って書いてあったじゃないですか。まあ、それはそうだけど、そっちの落ち度ですよね。だったら土日や祝日は入れたりするのかな厳しいですね。厳しいか厳しいないや、でも休人にはそんなこと書いてなかったですよね。あの、こんなことは言いたくないんだけど、バイトするなら土日のどちらかは最低でも入る気じゃないと難しいと思うよ。 求人の情報なんてうのみにしちゃダメだよ。それを店長が言うんですか土日入らないバイトなんて必要ないからな。じゃあ最初からそう書けよ。ちょっとモンスター君、不合格かな。そんな、不合格ってこんな面と向かって告げられるものなんですかいや、普通はしないけどね。君はモンスターなんよ。えこの際だからいろいろ教えてあげるけど、まず遅刻なんて論外だよね。いや、まあ、それは悪いなって思ってますよ。あとその態度だよね。 ちょっと偉そうなんだよ。いや、そんなことないと思いますけど。それだよ、それ。ちょっと偉そうなんだよ。鼻にかかる言い方するんだよね。あと目線全然合わないよね。ずっと思ってたけど、どこ見てるのいや、これは平常運転なんで。それは知らないけど、面接中は相手の目を見る。これは基本だよ。いや、でも、これは僕のアイデンティティなんで。信念があるのはいいことだけど、絶対に自分の考えを曲げないね。10代でその頑固さは逆に珍しいね。あと、その T シャツ何なの かわいくないですか価値観の話をしてるんじゃないよ。面接にその格好は誰がどう見てもわしくないでしょ。でもこの店人手不足なんでしょ働き手が足りてないんでしょもうその上から目線感がずっとにじみ出てるんだよ。確かに人手不足だけど、さすがにモンスターは雇わないから。もうえはないよこの店。食べログに欲しいっでバッドレビュー書き込んでやる。さすがにこんな奴いないよね。